どうも皆さんこんにちは、アポロでございます。今回はタイムスリップローテーションネメシスを使っていきます。まあネメシスですね、なんと今月初なんですよね。はい、ずっと使ってなかったんで初ネメシスなんですが、ちょっと癖が強いです。今回はこの外界の断りを使ったアーティファクトネメシスを使っていきます。まあ、正直さ、ランクマッチで見ないじゃん。一回も見たことがない。まあ、そんなネメシスをね、お見せしたいなと思いますので、ぜひ最後まで見ていってください。はい。まあ、この外界の断りっていうカードは、6コスト66で、ファンファーレ、自分のデッキのカードすべてを消滅させる。そしてミスティックアーティファクト10枚、レディアント10枚、プライム10枚、デッキに加えるっていうね、そんな効果ですね。はい。まあ、全部これになります。こいつらなりよっていうね、カードなんですけど、まあ、当時もあんまり使われてなかったんで、まあ、見たことがない人もいるかもしんない。まあ、こいつのね、強い使い方っていうのを伝授しますので、はい、楽しんでいっていただけたらなと思います。では、早速バトルに行きます。皆さんよろしければ、チャンネル登録、そして、グッドボタン押していってください。やる気が。出ます。では、バトルに行きます。さあ、やっていきましょう。一戦目は、お相手、ウィッチですね。よろしくお願いします。はい。今回はですね、環境に全くいないアーティファクトネメシスを使っていくんですが、ちょっと皆さんが見たことがないね。まあ、そんなカードがたくさん出てくるかもしれないです。いや、来たね。クリスタルキャノン。うん。この環境のアーティファクトの戦い方を伝授しますので、まあ、ぜひ真似してみてください。行きましょう。はい、魔鉄。でもさ、この環境は、まあ加速装置はね、この加速兵使わないと手に入れられないですけど、解放も加速装置も使えるっていうね、結構ねえ、すべて終わってから、シャドーバースのカードができてから考えると、結構稀な、ね、環境なんですよね。やっぱアンリミで禁止カードだし、ただまあ、その分他のカードがあんま強くないですよっていうところもあるんですが、うん。はい、さあどうなっていくでしょう。クリスタルキャノン。はい。このカードは自分の場に元のコスト3以上のアーティファクトフォロワーが出るたび、相手の場にフォロワーがいるなら、ランダムな相手のフォロワー一体にいないなら、相手のリーダーに3ダメージ与えるっていう、そんなカードになってます。はい。まあ、魔導電磁祭ね。当時使ってたデッキそのまま持ってきたんで、なんで魔導電磁祭入ってるんですかって聞かれても、うわー来た来たね。いや、いいじゃん、これ。めちゃくちゃいいね。勝ったよ、もう。勝ち。外界の断りが来たらもう自分の勝ちですよ。うん。勝ちです。この辺だから見たことないでしょ。自分もこれ、この環境になってからかなりやってますけど、一度も使われたことないですね。そもそもアーティファクトの、なんか純粋アーティファクトに当たったことない。例えばリーシェナプラスアーティファクトって混ざってるのは見たことあるけど、なんかこの、クリスタルキャノンとか使って、外界の断り使ってくるっていう純粋なアーティファクトで戦ってくるっていうデッキとは、一度もやったことないので、いや、これ楽しみですよね。皆さん。すごいことが起きますよ。いや、こいつね、進撃のバハムートでは、最強キャラらしい。外界の断り。そしてこの外界の断りを使った後に魔導電磁祭を使うと、とんでもないことが起こるので、ご期待ください。はい、さあ行ってくれよ。外界の断り。はい、デッキの中身を変えます。無用と消え失せ。見た目強そうだもんね。うん。いや、こっちには加速装置と機構の解放があるからな。ネメシス最強カードがありますからね。さあ、どうなる？ここうまく使っていけば、なんか、まあ、あとクリスタルキャノンもあるので、うまくね、まあ、除去もできるかなと。ちなみにこの外界の断りで加えられるやつが、ミスティック、レディアント、プライムなので、まあ、全部3以上です。3、5、7コストなんでね。まあ、だからま、ミスティックかレディアントから来てくださいって感じですね。ちょっとプライムはこの場面だと、
外れかなっていう。いや、相手さっきさ、ちょっと待ってる時間あったじゃん。これ、効果読んでたよ。なんだこいつっつって。なんだこのカードっつって。効果読んでたよな。絶対。何故。うん。いや、なんか変なの出てきたけどっつって。効果読んでたぜ。絶対。100%。うん。いや、行くぞ、こっから。皆さん見ててください。行きます。レディアントアーティファクト。いや、でもこれ強いよな。うん。強い強い。強い強い。引きが強い。うん。あんたのために強さが欲しい。あんたのために。いや、正直この、スペルウィッチ。ソロモンウィッチは、この環境最強格なんで、ここに勝てたらもうこのデッキが最強ということでよろしいでしょうか。はい。いや、強いっすね。クリスタルキャノンの、クリスタルキャノンでこのターンさ、6点与えてるんで、いや、強いよ。いや、もう無理でしょ。うん。あの、魔導電磁祭はね、めちゃくちゃ泥試合になった時に、ちょっと強いです。泥試合にならないと、あんまりなんか、使うチャンスがないかもしれない。いや、勝ちです。これが外界の断り。どう？見たことないだろ、このデッキ。これが外界の断り、アーティファクトネメス。まあ、このアーティファクトネメスの隠された歴史の1ページですね。はい、次の試合行きましょう。さあ、続きまして2戦目もウィッチですね。よろしくお願いします。まあ、ウィッチは今ね、本当に多いですね。グランプリでも、マジでウィッチ多い。ウィッチだらけっていう、そんな感じ。さあ、行きましょう。いや、ただ、これはね、自分がイメージしてたウィッチとは違う感じですね。無人の人形使いを入れている理由としては、まあ、2枚引けるからですね。はい、シンプルに。進化すると。さあ、クリスタルキャノン。クリキャ、来ました。クリキャ。クリキャ。やっぱクリスタルキャノン使ってからの、あのね、トレースアーティファクト強いんですよね。バカ強いので。はい、ここで置きます。いや、だから次のターン無人の人形使いで、発動するじゃん。で、2枚ドローにして、そして外界の言葉に行くっていうのが、まあ安定ですよね。はい。で、ここでメカニカルガンナも使ってしまうと。はい、これでトレース。まあ、マギサ狙ってそうだね、これは。マックスマギサ。マックスマギサしそうですね。いいよ、でも、操り人形。まあ、とりあえず、マギサは外界の断りで取れると。あ、オリハルコンですね、これは。やっぱこの時代、スタックがないからかわいそうだよね、なんか見てて。悲しいんだよな、この、ウサギ。このボイス悲しいよね。悲しいボイス。悲しいこと言うなよ。さあ、じゃあ行かせていただきましょう。外界の断り。さあ、プライムアーティファクト。まあ、無人の人形使い使っておけばね、ターン終了時にもドローがつきますんで、まあ、そこで、まあ、そこプラスターン開始時で2枚引いてこうやって外れが来ちゃっても、まあ、ある程度なんとかなりますよっていう、そういうメリットがありますんでね。うわー、そうだな、トレース使って、いや、魔導電磁石ちょっと見せていいですか？いや、これ見せたい。
すごいから。いくよ。あ、でもあれか。いや、ファンファーレだよね、でも。攻撃時じゃないよね。見せたい。すごいから。ちょっと、いくよ。魔導伝授祭 !28。でかいですね。ただ、こいつね、アーティファクトついてないんですよ。攻撃した時に加わるアーティファクト伝授祭じゃないと、あれなんで。まあ、じゃこれ出さない方がよかったかな。これどうする？このクソデカ祭。いや、相手これ無視したら負けるけど。うん。負け？もう。決まっちゃった。決まっちゃったじゃん。さあ、続きまして、お相手はネクロマンサーですね。よろしくお願いします。はい、行きましょう。いいですね。しっかり外界、来てくれる。まあ、今回のメインですからね。来てもらわないと困るんですが。まあ、あとは、クリスタルキャノン。盤面の除去力とかは、結構最強格だよな。このデッキ。いくらでも除去できる。2ターン目はやっぱりね、アナライザーアーティファクト加えるやつとか、ああいうの欲しいよね。2ターン目。いや、来ないか。まあ、ロケットナックルを使っちゃいます。停止します。一体でも取っておきます。で、次のターン、無人。無人くん。はい。汚れた染みは許せないな。無人の人形使い。停止します。いや、ちょっとこれは外界に行くまでにクリスタルキャノン引けないかもね。まあ、ちょっと引けないパターンもお見せしておきたいなっていうのはありますが、まあ進化しましょう。で、魔鉄、魔鉄で。あんまりね、手札がいっぱいありすぎると、一旦2ドローになるんでね、溢れちゃうんですよね。なので、まあ、次のターン、機械の加速兵も使いますので、はい。なるべく消耗してと。そんなに強い動きではない。ああ、強いですね。レディ・グレイが来たら強いです。おいでなさい。現実って夢より素敵？幕切れすら完璧だ。レディ・グレイさんはもう最強。さあ、進化で取っていく。いや、機械かな、アーカスかな、どっちだろうな。まあでも機械かな。で、まん丸取らないといけないんで、操り人形もう一枚引きたいですね。まあ、ここでエンネアまん丸っていう風に出してくるんじゃないかなっていう風にも思いますんで、まあ、操り人形を引くか、まあ、それかクリスタルキャノンを、まあ、魂の抜き取り。夢へようこそ。ここでまさかの外界の断り。外界の断り。断りそのものいいね。まあちょっとこれ手札溢れにね注意してっていうところで。いや、もうギルネー来るかこれ。深淵2つ出してここでもうギルネー出してくるっていう可能性は全然ある。ビクソ、なぜ何故。お粗末でした。ちょっと自分が考えているデッキの感じとは違うんですよね。いや、だからここでオプティマスプライムアーティファクトね。オプティマスプライムアーティファクトで。ああ、ちょっとミスったな。操り人形出さないとダメだったね。これで、まあ、おそらくギルネーをね、サーチしてますんで、
どう来るかと。いやでも痛いな。ん？来ないのか。あ、そうですか。まあプライムだったら燃えちゃってもいいかな。はい。加速装置で、アナライズ。でレディアントと。うわー、どうしようかな。これもう一回プライムで行くっていうのもまあなしではないですけどね。進化圏を維持したまま行って、まあ、メイシアまで行くっていうのもワンチャンありかな。どうだろう、まあ、クリスタルキャノンがない分ね、盤面は広く使えるんですけども、広く使えるんですけれども、やっぱ除去能力がねその分落ちちゃってますんでね。こっからどうしていくか。まあ、次はミスティック、レディアントとかでもいけますし、レディアントでもいけるので、まあ、残った盤面によって、決めていきたいかなと。いや、嫌だよな。プライムアーティワクト。めっちゃ嫌だよな、これ。加速装置あるから取っても、また突進で、取りに来るんでね。相当嫌だと思う。お相手は。こういう場面のこのプライムは強いですね。あ、さっきミスティック、レディアントって言ったけど、こいつがいるから出せないわ、そんな。自爆すれば出せるけどね。いや、これ普通にメイシアまでたどり着けそうだな。今破壊されたフォロワー何枚？意外と言ってないね、9枚。私がみんなを助けます。いや、なんかギルネ狙ってそうだよな。ね。そこで出されちゃうとちょっと困るんよな。やっぱ。嬉しい。次のターン3回攻撃来るからね。5カットでしょ ?5 点。うわーこれさ、こいつが自爆できたら、いなかったら勝ちだったんすよね。盤面が足りないわ。レディアント2枚出せれば勝ちっていう状況なんですけど。照準よし。ね、そうだよね。うわ、めんどくさ。まあ、2面張ってこうするしかないよな。やっぱあのギルネフェリーがあるんで、守護張らないと負けちゃいますからね。いや、どうする。そう、さっきつかの間かけられてなくても勝てたんだけどね。6以上5カットなんで、レディアント進化の6点が入ってれば。だから1足りないんですよ。結局、レディアントで行くとするとね。でもまあ、つかの間のいっぱい展開するっていうのは使われないので、そこは助かるが。はい、メイド。いや、勝てんじゃないこれ。勝てそうじゃないねえ。いけそうな気はするが。
いや、まさかこっから名刺は飛んでくると思わないだろう、相手も。まあ、レディアントでも勝てますけどね。ああ、でもダメだ、これ。危ねえ。危ねえ、名刺行ってたら負けてたわ。手札が溢れて負けますね。なんか勝てんだけど。あれ、外界の断り強くない？あれ？外界の断りってこんな強い？勝てるね。なんか勝てるね。いいね。さあ、続きましてお相手、ウィッチですね。よろしくお願いします。まあ、これでもいいですね。魔鉄の獅子。そして、クリスタルキャノン。加速兵。で、まあ、メイシアはね、これ、ドロー用で入れてるみたいな感じなんで、まあ、さっきなんかギリギリ使えそうな場面がありましたけど、基本、まあ、序盤のドローですよね。序盤のドローと、相手のフォロワー除去と、いう感じで使ってください。まあ、だから3ターン目に使うよっていう風に考えていただけたらなと思います。はい。ああ、いいですね。強いですね。メイシアが強い。いや、できればクリスタルキャノンも置いちゃいたいんだよな。まあ、置ける隙がやっぱね、ないので、置いちゃいますね。クリスタルキャノン設置。さあ、エレノア。さっきからね、撮影であのクリスタルキャノン置くとちょっと相手がフリーズするんですよね。一定の間が生まれることがあるんですけど、多分ね、効果読んでんだよね。もう見たことなさすぎて効果読んでんだよね。なんだこれって、なんだこの出てきたのはっていう感じで、そういう間だと思うんだよな。いや、これ外界欲しい。ここ外界チャンスなんだよな。これこの流れで外界の断り引けたらめっちゃ強い。先行のが強いですね。だから後攻だとちょっとなんか遅れちゃうなっていう感じがあるけど、先行はかなり快適にいける。いや、惜しいな。いや、ダブルクリスタルキャノンはさすがにね、ダブル？ダブルクリスタルキャノンはちょっとな、大丈夫かなっていうところあるけど、まあ、加速と機構の解放でね、メイシアを7ターン目に出してさ、粛清の一刀まで使うみたいな、そういう、荒技もあるっちゃあるんですけど、そういうのが目的のデッキじゃないので、まあ、今回やりません。いや、断りだな。断り、頼む。ああ。いや、でも、いいですよ。いい。トレーサーティファクト引けるのめちゃくちゃいい。僕は銃の声を聞く。こいつ引ければ、このクリスタルキャノン2枚装填がね、これが世界の誠の姿、2枚体制めちゃくちゃ活躍しますんで。勝つのは私だ。どうする？奥歯ガタガタ言わせてやるわ。本気を出すのはいつぶりかの。本気出せよ。石森生も偽りに本気で来いよ。整備不良か。照準よし。いやー、でもなー、なんていうの。でもなーって感じなんだよな、これ。わかる？言いたいこと。自爆もできないし、強いの飛ぶんだけど、あ、でもいい、それいい、それいい、それいい。オッケー、ナイス、ナイス、ナイス。ナイスすぎる、それナイス。ナイス、ナイス、よかった、よかった。さあ、こっからですね。世界の本質。いやー、どうなるかね。なぜ。まあ、この普通のウィッチにはね、魔導電磁祭はそんなに刺さんないと思うので、
まあ、デストロイヤーをねどうしても除去したいとかそういう場面だったらねありだと思いますが、基本そんなに刺すのはできない。まあそいつらを除去するのは正直簡単、簡単にできるかなと。加速装置ね、いや加速使わなくていいか。クリスタルキャノン砲で相当いくんで、クリスタルキャノン砲強えんだよな。1枚ドローしますね。ドローして、お相手これさ、開闢なんですよ。開闢。ちょっとやっぱ2枚置きはちょっと邪魔だね。うん、薄々分かってましたけど、邪魔ですね。さすがに。さすがにちょっと、邪魔だな。いや、もう行くしかないな、もう。いや、もう行くしかないだろ、これは。なあ。魔導天使祭！相手の手札あんだけしかないので、これでもう除去できないでしょっていう。どうしてくれない？どうよ。できないだろ。取れないだろ、こいつ。でもこれ見るとね、やっぱアーティファクト電磁祭がどれだけ素晴らしいカードだったかっていうのが分かりますね。使いやすくて素晴らしいカードだったかっていうのがよく分かる。うん、いやここ抜ければな。予言の結末を。うわうわうわ、ここ抜ければな。だからこのドローでもう一枚魔導電磁祭引ければ勝ちなんですよね。うん、頼む。私はここで英雄になる。あ、ミスティックか。ミスティックじゃダメだね。いやーきつい。あ、そっか、惜しい。惜しい、惜しい。いやー惜しい、惜しいな。いや紙一重ですね。いや全然勝ちの可能性もあったからよくやったよ。見せてくれた。ただクリスタルキャノン2枚置きはまあやっぱ盤面が狭すぎるっていうね。はい。狭かったです。負けです。リタイアします。では今回の動画いかがでしたでしょうか。最後までご視聴ありがとうございます。今回はですね、この外界の断りを使ったアーティファクトネメシスをですね、使ったんですが、まあ、なんと、3勝1敗。まあ、思ったよりだいぶ勝てたなっていう。もっと勝てないかなと思ったんですけど、まあ、意外と勝てましたね。はい。いや、でも最後も惜しかったよ、あれ。本当に惜しかった。あそこの守護取れれば勝ちだったんで、ね。いや、めちゃくちゃ惜しかった。だから、この魔導電磁祭の効果で、アーティファクト電磁祭がですね、加わっていましたんで、これを引けてれば、まあ最後勝ちっていうね、まあそんな感じだったんで、紙一重だったかなというふうに思います。はい。いや、ちょっとね、また、まあアーティファクトネメシスは全く見ないんですけど、また機会があれば使いますので、どうぞよろしくお願いします。はい。では、今回の動画はこの辺で、また次の動画、そして生放送でお会いしましょう。